国連の安全保障理事会は北朝鮮に対する新しい制裁決議を全会一致で採択しました。採択された新しい制裁決議は原油や石油精製品の輸出に上限を設けたほか、出稼ぎ労働者の制限も盛り込まれています。当初難色を示していたロシアや中国も最終的には賛成に回る結果となり、全会一致での採択となりました。